今年10月5日に開幕する国民スポーツ大会。期間中、県内では参加者延べ10万人が宿泊する予定となっています。思い出に残るおもてなしに向け、宿泊施設では今準備が進んでいます。佐賀市の宿泊施設の関係者が集まっています。国スポの選手団を受け入れるため話し合いが進んでいて、今最終調整に入っています。この日集まったのは、大会のメイン会場となる佐賀市の旅館やホテル関係者およそ20人。料金の精算方法や選手団の予約が確定するスケジュールなど、より細かな説明が行われていました。県が8月下旬に宿泊者を割り振り、人数などを連絡する予定です。本当に詰めの詰めという段階に入ってきています。それぞれ皆さん方でもう本当に受け入れのための準備をする、それがもう今日スタートしたという状況になっています。朝食の時間につきましても、この日だけはどうしても6時45分からお願いします。そういったお願いがあるかと思いますが、それはできる範囲でですね、ご協力をお願いしたいというふうに思います。一方、チェックイン・チェックアウトの時間や食事メニューなど、いわゆるおもてなしの部分は宿泊施設に委ねられている状況です。コロナ以来ですね、ずっとお客さん減っとったんです。今度は国スポインターハイ全勝でですね、旅館も多少ですね、上向きの傾向にあると思います。ただせっかく50年ぶりぐらいやるからですね、やはり佐賀に来て、ああよかったと言われるようなですね、会員にですね、ぜひさせていただきたいと思います。佐賀市ではおよそ30の施設が国スポの選手団を受け入れます。今どのぐらい準備が進んでいるのか、今回こちらのホテルに話を伺っていきます。昭和51年、1976年創業、佐賀市の観光ホテル朝風。国スポ全勝スポではおよそ20の客室を用意し、一泊最大80人を受け入れる予定です。実際に使われる部屋へ案内してもらうと。和室なんですね。広い。そうですね、畳のお部屋で、そちら縁側もあって、その選手団の方によってその入る人数の要望とかが違うもんで、普段と若干ちょっとそのお布団の敷き方とかそういったのが違うのかなと思っております。さらに部屋の壁紙は創業当初からのデザインを一新する予定だといいます。佐賀のですね、観光地とか、例えばその吉野ヶ里とか、その呼子のイカとか、なんかそういったその、佐賀の観光が一目で分かるようなその壁紙をですね、設置したいと、ちょっと今準備をしております。家に帰って呼子のイカっていうのを食べたいから、ちょっと佐賀にお父さん行きたいよとか話題になればなと思ってですね。このほか、全勝スポの選手団受け入れに向けて階段の段差を低くするなど、バリアフリー化にも着手。リニューアルの総額はおよそ400万円を見込んでいます。一方、既存の設備で試行錯誤する部分も。監督様とかコーチの方にですね、こまめに連絡を取らさせていただいて、お帰りの時間とかをちょっとお伺いしながらですね、で湯船とかこういったお湯を張る時間をちょっと計算しようと思っております。通常午後5時から入ることができる2つの浴場、大会期間中は利用者の集中が懸念されます。そこで今回は個々のスケジュールに合わせて早い時間からオープンし、分散利用を促す計画です。もう一つ検討を進めていることがあります。ネギと油揚げと豆腐かな。佐賀県産のものは
うように。朝と夜、1日2回提供する食事メニューです。普段は懐石料理がメインですが、選手たちに少しでもスタミナをつけてもらおうと、ご飯のおかわり自由などメニューを考案中だといいます。30人とかだったら5升ぐらいは炊くかなって感じですよね。そこで今回特別に選手団の皆さんに提供される予定の食事を準備していただきました。ものすごいボリュームですね。そうですね、主食、主菜、副菜、バランスの取れた食事をご提供できればと思っております。食材はすべて佐賀県産にこだわった夕食メニュー。食中毒を防ぐため生ものは一切入れない配慮も。ここでメインの鶏胸肉と大葉チーズ焼きを私もいただきました。香ばしい香りと、あと大葉の爽やかな香りが口いっぱいに広がりますね。ボリューム満点なんですけど、ものすごく後味はさっぱりしていて、これだとお腹を空かせた選手団の皆さんも満足できるんじゃないかなと思います。栄養たっぷりの食事をたっぷり食べてもらって、差が良かったなって思っていただければとても嬉しく思います。開幕まで残り4ヶ月を切った国スポ全勝スポ、48年ぶりのスポーツの祭典をきっかけに佐賀を好きになってほしいという思いが宿泊施設のおもてなしに込められています。受け入れ体制、万全の体制でですね、お客様を迎え入れできたらと思っております。初めて佐賀にお越しいただける方もいらっしゃるかと思うんですけど、これを機会にですね、少しでも全国の方に佐賀のいいところをですね、PR できたらと思っております。